はい、どうも、船さんです。今のね、日本の経済でね、自分たちのね、生活を向上させるためには、まあ、やっぱりね、デフレ脱却、まあ、これがね、一番大切なんですけれども、まあ、そのね、デフレ脱却、ね、どういうふうにしたら、ね、もっともっと好景気になるか、まあ、こういったね、お話、あとはね、どういうね、政治家を選んだらいいのか、政治って何なのかっていうね、まあ、そういったコンテンツなどをね、配信していけるような、ね、そんなオンラインサロンを私、させていただいてます。こちらの QR コードから登録できます。月額980円ですので、ぜひともご登録の方よろしくお願いします。これまでね、日本はですね、技術立国と呼ばれてきました。で、その最先端技術たるものにね、まあ力を注いできてですね、でこの世の中を席巻してきたわけですよね。で相当なね技術が日本にはあるぞということで、本当にね、1970年代後半から80年代そこからですね、日本は約30年間技術立国として最先端技術で常に世界をリードしてきた、まあ、こういう国なんですけれども、では今現状どうなのかというとですね、これを知るためにはね、まあ、先端技術の特許出願ね、この特許出願に対してですね、まあ、こういった論文が出されているわけですけれども、まあ、その中でね、どういったね、項目で採用されているかということをね、知る10個の分野があります。先端技術の特許、ね、10項目のうちなんと9項目が中国、1分野にアメリカ、まあ、こういう状態になっててですね、日本は全てトップを取れないという状況です。ということは、今先端技術の最先端を言ってるのは間違いなく中国ということになりますね。で、まあこのね、先端技術、まあ例えば AI もそうですよね。AI もそうですし、医療技術ね、こういう先端技術もそうです。あとはドローン技術とか、こういった研究がものすごく進んでいるのが中国で、で、そのね、10個のね、分野のうち9つで1位を獲得したと。ね、アメリカもね、その、1分野が何なのかというと、まあ、量子コンピューター、こういった分野でね、トップを取ったわけですけれども、まあ、かつてね、日本はですね、このね、10項目のうちですね、4分野で常に1位を取ってきてですね、で、まあその他もね、1位または2位というね、まあ非常に優れた技術を持ってたわけですが、今となってはね、まあ全ての項目で2位以下、はい。で、中国で言うとね、まあバイドゥであったりとか、まああとはアリババ、テンセント、ファーウェイ、まあこういった会社がね、その先端技術に対してね、ものすごく注力しているわけですが、まあ、なぜこうなったのかというと、まあ、この辺はね、もう簡単なんですよ。このように、科学技術投資に対して、日本の予算と中国の予算、まあ、アメリカの予算もそうですよね。これだけ差が開けば、当然ですね、単純に開発費、ね、これだけ差があると進歩の差は出ますよね。だからこうなって叱るべきなんですよ。で、そのね、まあ、先ほど言ったアリババもそうですし、ファーウェイもそうですし、実体経済でね、どうなっているのかというと、技術がどんどん進歩して世界を席巻してますよね。この経済に直結してるわけですよね、科学技術投資のこの差額が。で、これまで日本というのは、まあ、技術立国としてね、輸出産業、ね、外貨を稼いでくる力、ね、もちろん強かったわけですが、まあ、この技術が低迷して、ね、いろんな分野で、トップを取られ、
最先端技術を誇れるような国家ではなくなりました。こうなるとですね、どん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 外貨を稼ぐ力というのは弱まっていきます。するとですね、頼みの綱はやっぱりね、国内経済なんですが、現在ね、国内経済支えているのは何なのかと、インバウンドですよね。ですがこのね、新型肺炎の騒動によってですね、インバウンドすら今弱まっている状況ね、京都なんかで言うとですね、観光地はどこもガラガラという状況になってますんで、いかにねインバウンドがないとこの国は経済成り立たないのか、まあこのぐらいね、日本人が疲弊しているわけですよね。じゃあ今からね、じゃあもう一回先端技術で輸出企業ね、に頑張ってもらおうと、外貨を稼いでもらおうよと、そんな単純な話じゃないんですよ。だってね、お金さえつければすぐにその技術は進歩するのかというと、技術の進歩とか研究って時間がかかるんですよね。で、時間をかけてようやく成果を出して、それが実となるということは、今サボったこの数年間ね、というのはこの先の未来の収益を捨てたということになってるんですね。今すぐにどうにかできる話ではないということは、やはりね、国内経済ね、日本人ね、自国民の消費力を高めないことには、このデフレ脱却は絶対に抜け出すことができません。だからこそね、自国民の所得をしっかり上げて、需要を拡大させて、で、どん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 所得が上がるように、要するに経済が回るようにしていかないと、この問題は絶対に解決できない。この先ですね、中国それからアメリカはどん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 このね、科学技術投資に対する予算は膨れ上がっていきます。だからこそ日本がこのままでいいわけはない。で、未来の富を稼ぐためにも、ぜひとも今からでもね、しっかりと予算をつけて、このね、デフレ状況を脱却しなければいけません。ということでね、本日の動画が面白かったとかためになったと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私下の方に、公式 Twitter アカウントの方載ってます。そちらの方からぜひともフォローの方もよろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。